はい、崩壊サードです。今回は2.9ですね。まあ、いつも通り適当に解説していきます。まずガチャからいきますか。もう新キャラの早期死月婚の、ガチャ期間終わったんですが、今は1日から22日ですね。血染めのピックアップが来ています。こちらですね。100回やれば出ますし、あと100回引けばかけら70もらえますね。まあ SS にしてくださいっていう感じですかね。他の出現のキャラは以下のようになっています。確率は1%ですね。血染め。新年ですよね。旧正月。で、限定補給が目白押しとなっています。3日から4日が月食ですかね。4日から5日が空の律者。以下 S 級が並んでいます。ずらずらずらと。で、まあ、S キャラ等に、まあ、必須というか、最適装備ですね。こちらの方も連続して毎日のように、ガチャが来ていますね。以下のようになっています。まあ、1年で一番のお祭りですからね、正月ということで、すごいですね。目白押しです。あとイベント、でこれガチャ券もらってるので、これ引きますかね。挙手ですね。強化スキルの進化材料になっています。溶接工学、自然革新ですかね。補修装備もサードとかあるんですが、まあ確率は異様に低いですね。星4装備は0.5%ですね。自然革新ばっかりだな。ついでにさらっと挙手説明しますかね。まず衣装なんですが、こちら新しい、スキルですね。こちらを解放しないとこれは着れません。で、イベント報酬です。で、スキル上げは先ほどのこちらのアイテムと、あとこれも必要ですね。まあ、第3段階ですね。最初の段階、1回目、2回目ぐらいだったら、こちらの自然革新しかいらないと思います。で、挙手のスキル上げ必要なもう自然革新はこの辺ですね。ショップで、まあ、前も動画で撮ったんですが、この辺で毎週交換とか、まあ、毎週交換ですね。この辺で交換で手に入ります。あとは、ガチャで出るのかな？ちょっとわかりませんが、ここで取れます。で、友情補給なんですが、まあ、回してみますかね。深海材料とかが出ますね。あと、落とし物みたいのも出ます。この辺ですよね。これはコイン。こちらは
星4の進化素材ですかね。この辺ですよね。これは星3か。これはコイン。で、こちらが星4進化素材。ね。ですから、まあ、この辺の盾とかタビン余ってる人なら、公共技能材料欲しい人だったら、まあ、回さなくてもいいかもしれませんね。この辺が出るわけではないようです。はい、新春イベントの厨房ですね。こちらでいろんなアイテムが作成できます。まあ、順々に開放して、今マックスで 1,2,3,4,5,5つですね。リッターがなんかすごい料理の仕方してますが、作れるものは以下のようになっています。崩壊のかけらとかガチャ剣、虚数革新、あと教習のスキル上げに必要なやつとかですね。あと高級技能材料等になっています。で、レベルは10がマックスなんですが、今9ですよね。で、厨房がレベル8いけば、白夜羊の衣装。10で寒化粧1個等がもらえますね。衣装はこんな感じです。なんか小僧っていうか野生児っぽい感じですかね。はい。で、いろんなまあイベントがあるんですが、まあ、これからやりますかね。新年衣装かな。特殊服装だ、交換券がもらえます。うわ、全部1か。ひどいな。先ほどの特殊服装交換券ですね。本来であれば、有料でもらえる、服装ですね、衣装、こちらの件になっています。まあこのペースだと1年で1個交換できるかどうかっていう感じじゃないですかね。あ、ついでにんですが、ですね、復刻とあと新武器がありますね。新武器、何落下がちょっと水波なのかな、ちょっとわかんないですが、こちらは星5か。ホーム勲章で交換です。あと姫子の新春の P、 これ前からあるのかな、多分前からあるのかな、ちょっとわかんないですね。あとそうですね、この辺とかも復刻してるんですけれども、かなり交換レートがひどいですね。この辺ですかね。ジングの衣装が欲しいし、スターストーン4万とか、教習も純情栄光も4万とかですね。あとは新春ですよね。新春の成婚上中下一つ2万5千円。はい、ではちょっとやってみますね。
チャットルームですね。で今、イベントで、今日は月食ですか。月食タッチすれば、推奨もらえるはずです。この段ボールみたいなのが1日3回かな、ランダムで出ます。これは固定、能源は固定ですね。スターストーンとかも出ます。ちょっと爆竹とかですね。先にこれを取っちゃいます。で紫のが、時の螺旋ですかね、交換なんですが、あんまりレートは良くないと思います。普通に時の螺旋をプレイした方がいいかな。うん、これいこれなんか1個だっけな、6個だっけな、ちょっと忘れましたね、1日。で、これは、先端のやつですね。燃料10個消費です。これはそうですね、虚数革新どちらかが必ず手に入るので、そうですね、ネゲントロピーの方がいいんですが、どうですかね。隣接してるキャラクターに対してアクションが取れたりします。これはバック。あれ？結構みんなすぐいなくなるな。バック。ですね。あと、お年玉。スタンプとかもいろいろ押せます。真っ黒だな。参ったな。でも任務やれば毎日少しずつこのサイコロ振れるんですが、スゴロックですよね。真っ黒だな。参ったな。これは参ったな。一回はちゃんと映ったことあったんですが、ダメか。スゴロックです。全く見えませんね、これは。どこ歩いてるか全くわからないスゴロクになってますね。のみですね。こちらの専用の答案、日本版だと降臨ですかね、があります。で
まだ第5層なんですが、もう無理っぽそうなんですよね。まあ、武器はどうですかね。サードかいいのかな、ちょっとこれもわからないですね。虚無かサードか、成功も結構揃ってるんですが、で3分以内にピッチャー、ドラムいっちゃうですよね。ちょっとこれは私には無理っぽいな。ちょっと負けやんなきゃ無理ですね。それと通常任務ですがね、こちらが普通のガチャ券が4枚くらいもらえますかね。あと一部のキャラのカステラがもらえたかな。あと推奨がです。もう最後かな。はい、領収しました。これで終わりかな。はい、これと週報ですね。報告書が毎週見てます。1月21日から27日はどういう風にプレイしたかっていうのが見れますね。 SSS が7体、SS17、S が10となっています。で、かけらが85個取りましたよと。この3体はよくわかんないですね。装備も星5、星4、星3、星2とか出ています。特にこの展示してある成功は使った成功というわけでもなさそうですね。ピカソ使ってませんので全然。武器とかもそうですね。で、成績ですね。1週間の成績、コレン16層で、これ5時間12分かかってるのかな。すごい時間かかってるな。で、戦場の点数とかパーセントも出ますね。コインがこれ298万かな。収入が出てたのが57万、合計委託が15、最終が53なのかで、25時間もプレイしてるんですかね。ちょっと控えましょうっていう感じですかね。で、体力は2097体力消耗です。ストーリーが黄色で解放世界が赤、活動は青、いいですかね。
以上、東海ザードバージョン 2.9 最新情報でした。